紀元2世紀末、後漢王朝は終焉の時を迎えようとしていた。民衆蜂起である黄巾の乱を皮切りに戦乱の世が始まったのである。そんな中、天下の諸侯の中で突出した力を示したのが董卓であった。董卓は宦官撲滅の動乱に乗じ宮中に入ると暴虐と戦王を極めた。これに対し諸侯は連合軍を結成、打倒董卓へと動き出す。その軍友の中に大志を抱く曹操と、それを支える夏侯惇の姿があった。この行為、孔子の血を引く者として董卓の暴挙は見過ごせぬ。俺は頼もしい。だが我が軍が誇る白馬義獣も遅れは取らんぞ。諸侯が集まってこき脅しの応酬とはな。くだらん。毛徳、お前が組みする価値があるのか。まずは天下に宋毛徳の名を知らしめ、それで十分に。それもお前たちの働き次第だがな。頼むぞ、夏侯惇。言われるまでもない。お前の道はこの夏侯玄奘が切り開く。躍進、董卓とその一派を壊滅させる。進め、間質の平穏我らが取り戻すのだ。さあ俺の勝負だ。覚悟しろ。敵の思うツボだ。敵
刀玄奘が討ち取った。が制したぞ。ああ、俺の勝負だ。アップしろ。敵将加藤玄奘が討ち取った。よくやってくれた。私もお前の働きに習うとしよう。玄奘が制したぞ。玄奘が討ち取った。
藩の都を守る堅牢なる心か。この手で攻めることになろうとは。しかしこれをなさずして官室は守れん。藩の中心たち、力を合わせ突破するのだ。この拠点、加藤玄奘が制したぞ。現状が討ち取った。現状が討ち取った。無理とは、ヒップの言うか丈夫の言うか、このわしが確かめてくれ。現状が討ち取った。お相手しましょう。
加工現状が討ち取った。現状が討ち取った。現状が討ち取った。今こそ好機である。皆五郎冠を超えよう。両夫を倒したか。大手柄ぞ。残るは総作のみ。全軍進め。
諸侯の活躍により董卓は討たれた。しかしその後軍友たちは割拠して天下を狙うようになった。曹操もまた天帝を保護し包帯すると本拠地を巨匠に構え着実にその地盤を固めていった。そんな曹操を董卓討伐で共に戦った劉備が訪ねる。劉備は董建に助手を託されるも呂布の襲撃を受けて逃亡してきたという。曹操は劉備の共闘依頼を快諾すると猛将らを可否へと向かわせた。猛徳、なぜ劉備などに手を貸さねばならん。奴は腹の底に竜を潜ませる男。竜が目覚めてわしに組みするならばよし、あだなすならば潰すまで。のんきな奴だ。まあ、あの呂布を相手に戦えるのはありがたいな。勝負あったな。大丈夫か、加工と。この強さは戦とは関係あるまい。すぐに倒して戻ってくる。石はそのままにして待っていろ。いかに強かろうと獣に世は治められる。呂布、この可否で引導を渡してくれよ。この一つ可否周辺の川は水量が増し、敵門を壊した水攻めがよろしい。わしが相手だ。首もらい受けるぞ。加藤玄奘が討ち取った。呂布につく迎撃の準備をしておけ。敵将加藤玄奘が討ち取った。やったに本気出していくぜ。
よし、門が開いた。各軍、城内に突入せよ。気を蹴散らせ。両兵では難儀しておるよ。この炎光炉がそなたを助けてやる。敵将、過去の現状が打ち取った。出過ぎたようだな。戦況の輩に負けはせん。敵将、過去の現状が打ち取った。現状が打ち取った。来たか、カスド。いいだろう。俺が蹴散らしてやる。よく、こっちのわけで前へ出てくる。どうだ、敵の本陣を抑えろ。いいな、やつを越えさせるぞ。敵将、過去の現状が打ち取った。敵は、これ以上いると私自身が危ない。両夫よ、あとはそなた自身で何とかせよ。敵将、過去の現状が打ち取った。現実、逃げるのか。奴は何をしに来たのだ。我々も奮起するぞ。わしが相手だ。この首もらい受けるぞ。過去の現状が打ち取った。私がお相手いたします。覚悟なさってください。マネートに恥かかせやがって。よし、敵の本陣は攻略した。それで奴らももう戦らしい戦はできん。残るは両夫のみ。他は構うな、奴を仕留めるぞ。敵将、過去を現状が討ち取った。
呂布は倒した。この戦、俺たちの勝利だ。十分な戦果だ。ハコートンらの奮戦により呂布は倒れた。その後曹操は劉備に誠意を戦勝した袁術の討伐を促す。その裏で劉備の命を狙った曹操だったが失敗し劉備は逃走。曹操は生涯の敵を天下に放ってしまう。一方曹操の勢力圏の北では袁紹が公孫さんらを打ち破り一大勢力を築き上げていた。互いを大きな障害と認めた曹操と袁紹は旧友の吉見を乗り越え雌雄を決すべく関東の地へと軍を進めた。何をしょげ返っている。ハコートンよ、友達と戦うなんて曹操様がかわいそうだよ。やむを得まい。友であろうと敵は敵だ。猛徳が目指すものと袁紹が見ているものとが相入れんのならばな。ハコートンはすげえな。曹操様のこと何でもお見通しだな。俺に見えるのはそこまでだ。もっとも猛徳が見ている先など小難しくて見る気も起きんがな。袁紹め、質も数も備えてきたか。いい軍だ。この戦飛躍で活路を開かねばなるまいな。大きな獣ほど多く食らわねばならぬんだ。軍もしかり、敵の急所は武装の兵糧庫でしょう。とはいえ迂闊には動けませんが、今は白馬遠心を検視し機を待ちましょう。私の知略を欠くとお思いか。白馬に敵の襲撃だ。援軍を送れ。我が軍の強調を奇襲せよ。我らも兵士、周囲へと邁進せん。
将、過去を玄城が討ち取った。わしが相手だ。この首もらい受けるぞ。報告、変身が毒の手に落ちました。これは厳しいよ。私の知略で何とか致さねば。過去を玄城が討ち取った。お見事ですな。我らも武を示さねば。来てくださると信じておりました。ご助力感謝します。私の知略に勝てると思うか。知略に仮装など肩払いたいわ。
敵将軍、加藤玄奘が討ち取った。お見事な戦ぶり、我らも奮起し勝利へと邁進せん。玄奘が討ち取った。玄奘が討ち取った。この拠点、加藤玄奘が制したぞ。何？文州がやられただと？このレソーソー、相当な将を従えておるな。あなたのお一人とは少々花にかけますね。散りゆく美しさなど私には不要。またお会いしましょう。敵将、加藤玄奘が討ち取った。玄奘が討ち取った。
前進。そのため武装が手薄になった模様。臨床の本に脇腹をつけるやもな。人侵入を向け正面から攻めるのだ。千両の輩に負けはない。敵将最後の現状を出したか。現状が討ち取った。私がお相手しましょう。さあ、お覚悟。現状が打ち取った。けだものの相手などうんざりですわ。敵将、過去を現状が打ち取った。現状が制したぞ。そうそう、見事な策である。だが燕家の将兵はこの程度では屈せぬぞ。これは少々厳しい状況だな。武装は落ちた。これで敵の軍の動きは鈍ろう。今こそ炎章を撃つのだ。全軍進め。我が近くに立とうなど今腹痛いわ。敵将、過去を現状が討ち取った。兄者の恩、我が刃で返そう。顔料を討ち取ったか。見事なり顔よ。顔料が討たれた。我が軍の武人を破るとは。どうぞおめえ。
事な戦ぶり。我らも奮起し、勝利へと邁進せん。我が将兵のここまで。ならば、この縁を越した力が相手となるや。炎章は将の首に、恩義には十分報えよう。どうぞ。それに召し連れへ伝わって魔王の狩り我が者に召し上げる同志を見ろ。天の土地に天下をかけるまで神の笑顔を見れば兄者はおられよう。苦手だ。現状が討ち取った。さらばだ炎章。わしはさらなる波動を行く。だがお主のことは忘れまいぞ。十分な戦果だ。苦労だったな、加工と。炎章は倒れ、古い天下を古いままにかざす者はいなくなった。ここからがお前の本当の戦いといったところか。さすが加工とよ、我が戦いの意味をよく解しておるわ。だが、お前の目指す先は見えん。元君、俺にも話せんか。ことをなすには時がある。わしが描く時代、語るにはまだ早かろう。もったいつきあって。ならばさっさと乱世を片付け、お前の言葉を引きずり出すとしよう。